まあ、ただしね、ただし、やっぱり人ですから。人。人ですから、やっぱりね、このすごい勉強乗ってるなって時もあるし、高田先生みたいにみんな機械じゃない。いやいやいや。はい。はい、皆さんこんにちは、武田塾の山美です。武田塾の高田です。高田先生、はい、もう暑いですね。いやもう汗だくですよ毎日、ね、もう今もうこれなんかいやちょっとウェットな感じいや動画では伝わってないでちょっと黙ってればっていいですか、はい、一応乾燥してる体で。そうだね、はい、じゃあ今日の質問お願いします。はい、今日の質問は、数学と英語をやろうって決めて数学が乗ってきた時は数学だけやっていいと思いますか、という質問です。あー、なるほどね。これはあの、はい、受験相談 SOS の1日で1教科やるのか複数教科やるのかどっちがいいですかっていう SOS に、はい、寄せられたコメントですね。なるほど。乗ってきたんだから、はい、もう数学今いい感じだから数学やろうっていう、そういうことだと思うんですけど、はい、じゃあ僕の方からいかがでしょう。いいですか。お願いします。僕の意見は、はい、気分で勉強してるうちは受からないと。数学乗ってきたからとか、ね、今日英語の気分だからとか、はい、ちょっとなんか今日世界史な気がするとか、はい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 、受験生あると思うんですよ。あります、ね、あると思うんですよ、はい、でもそんな気分で勉強してるうちは、はい、僕受からないと思うんですよね、はい、なるほど。やっぱり受験っていうのは、うん、その乗るとか楽しいとか、うん、この科目が好きだからとかそういう感情って、はいはいはい、もう外さないといけないと思うんですよね。今の自分の成績がこう、志望大学で必要なレベルがこう、その差を埋めるのが受験勉強だから、毎日この問題集の何番から何番までこういう目的でやるって決めて、でそれを積み上げていくっていうのが受験勉強だと思うんですよ。はいはいはい。だから僕の意見は、乗ってきたから数学だけはダメ、必ず自分の成績と志望大学のレベル考えて1日にやることを決めて、その目標に届くまでのやることをしっかり消化する、これがおすすめですね。なるほど、はい、いや分かりますよ、高田先生が言いたいことは分かりますよ。完全同意見ですね。そう、モチベーションでやっぱり勉強とか仕事をしてたらそれはやっぱり結果出ないですよ。あ、そうですね、仕事にもそうですね、通じます。はい、まあ、ただしね、ただしやっぱり人ですから、人ですからやっぱりね、このすごい勉強乗ってるなって時もあるし、乗ってないなって時もあるじゃないですか。まあ、正直ありますね。ありますよね、はいはい、高田先生みたいにみんな機械じゃないいやいや、はいはい、例えば、まあ、今回の質問の人は例えば数学乗ってきたから、まあ、数学だけやっていいですかって質問なんですけど、まあ、これがその数学って嫌いな子が数学乗ってきてたら、はいはいはい、普段ちょっとやっぱり嫌いな科目ってなかなか効率悪かったりとか、そうですね、少ないじゃないですか、うんうんうん、だから乗ってきた時は僕ちょっと多めにやった方がいいかなと思ってます。なの苦手な科目に関してってことですね。なんで多めにやった方がいいんですか、苦手な科目に対して。やっぱりその苦手な科目とか以外もそうなんですけど、その勉強ってやっぱりある一定時間勉強しないと、そのやっぱコツとかってつかめないじゃないですか。いや、これ分かりますね。そう、はい、コツがつかめるまではやっぱりその科目に時間を割かないと、なんかすぐ忘れちゃったりとか、はいはいはい、応用まで解けなかったりとか、はいはいはい、やっぱりコツがつかめるっていうか、この例えば単元だったらこうやればいいんだっていうのがつかめるぐらいまでは僕はやり込んだ方がいいかなと思って。あ、なるほどですね、確かにそれはありますね。そう、なので、まあ、受験にね、この1年間とかで考えたら、何年間とかスパンで考えたら、その科目だけやるっていうのはもう論外ですね。論外です。分かんないですね。そうなんですけど、例えば苦手な科目とか普段やってない科目をちょっと、今日なんかすごい調子いいなとか、うんうんうん、っていう場合であれば、僕はちょっとその日は数学だけやってもいいかな。ただもちろん受験が直前期に数学だけやるとかは、日大だとかよく良くないと思うんですけど、うん、はい、わかりました。ということで、はい、まあ、原則、うん、その気分で勉強する内容を変えてはいけないよと、はい、これ原則です。ただ苦手科目に関して、うん、そのコツがつかめそう、その本質が見えそうになった瞬間、うん、その科目に特化するっていうのは一個作戦としてはありですよと、そうですね、いう感じですかね、はいはい、それが1回でも経験できれば、それ他の科目にもやっぱり応用できるし、うん、はい、一種のランナーズハイみたいなね。あ、そうですね、 それはあるかもしれないです。そこの勉強経験するとやっぱり強いと思いますね、うん、はい、はい、というわけで、基本的には英語と数学両方やってください、はいはい、ただ乗ってきて苦手科目突破できそうってことだったら数学だけやるのもありです。はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに
武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。